どうもこんにちは、モリソンです。今回はね、今までシルバーの作ってきた動画を上げてきたんですけども、最後の最後ですね、残り握手の形のねネックレスをね作るのちょっとまあ時間かかっちゃっててね、やっと完成したんで動画にしようと思って今動画を作っています。まあ、ここら辺はまあいつもと変わんないです。はい、今回ね、まあ、握手のペンダントってことで、そこの握手のところペンダントを、まあ、左右両方ねつけてねペンダントにしていきます。はい、それでね、まあ、基本的にここら辺はね、まあとりあえず一回磨いてね、まあ、バリだったりそのデコボコのとこだったりねところを取ってってね、で軽く磨いて次に行く感じですかね。はい、結構この工程はね、いつも通り大事ってことは大事なんですよね。でこうやって綺麗にしてって、左右からねネックレスのチェーンつけてペンダントにネックレスにしていきます。でこんな感じになるような予想して作ります。はい、でロー付けですね。今回はね左右ねバランスよくつけていくんですけども、結構これ大変でね、一気につけることも難しいし、このチェーンシルバーじゃなくて今回ステンレスを使ったんですよ。シルバーのペンダント高いんでね、基本的にバランスよく、それもそのステンレスが溶けないようにねロー付けしていくのは大変でした。でね、残りのとこ周りを削ってってね綺麗にしていきます。はい、それでね、まあ基本的に周り、まあロー付けしたんで色変わったりとかしてるんで、そこを磨いていくのと、まあロー付けした部分近くの周りのステンレスのとこを磨いていくのがメインですね。まあ基本的にもう綺麗っちゃ綺麗なんで、そこはね後でテカテカに磨くだけですね。まあ磨く場所が場所なんで結構難しいんですけども、綺麗に磨いていかいければなと思います。はい、で今ねバフつけてね仕上げです。でこんな感じになりました。割とよくありそうなやつですけど、ね、まあまあいい感じにできたかなと思います。こういうのを増やしていこうと思います。頑張ります。では、you